ルジェフ市の紋章ロシア革命の前のルジェフとボルガ川ガ、ルジェフとボルガ川ガルジェフは、ロシアのトベリ州中部の都市。ボルガ川ガの最も上流に位置する町でもある。スターリツァからは南西へ 49km、トベリからは 126km。モスクワとリガを結ぶ鉄道及び、国道の途中にある。人口は63,729人で、 トベリ州では2番目に大きい。ルジェフはこの地方でも、トロペツと並んで、古い都市であり、ルジェフは、歴史記録への書出を1019年であると主張する。一方、トロペツ側は、ルジェフの名が、はっきりと記録に登場するのは、有名な、トロペツ公で、アレクサンドルネフスキーの祖父でもあるムスティスラフ、ムスティスラビチが、ルジェフを領地としていた時代に過ぎないと主張する。 どちらにせよ、中世のルジェフは、ノブゴロド公国、スモレンスク公国、ウラジーミルスーズダリタイ公国という三大国の、争奪する土地として、重要だった。モンゴルの襲来の後、ルジェフは、スモレンスク公の冒険の家系に譲られ、その都となった。ルジェフ公は後に町を2分した。現在でもルジェフの町は、トミトリー公側と、ヒョードル公側と呼ばれている。 14世紀半ば、ルジェフは、西のリトアニア大公国と東のトベリ大公国の両方から何度も攻められ、ルジェフ・コーラは、周囲の村をすべて失った。最後には、コーラは、モスクワへ逃れた。その子孫であるルジェフスキー家は、ロシアのアネクドートでよく取り上げられる、滑稽なキャラクターとなっている。ルジェフは一時、トベリ領となったものの、後に、 ポーランド・リトアニア共和国に占領され、最終的にモスクワ大公国の領地となった。18世紀には主に古儀式派の信者である地元の商人たちが町の不動産のほとんどを買い取った。彼らは後にロシア革命が起こると攻撃の的となった。第二次世界大戦では1942年モスクワ近郊へ追い詰められた赤軍がドイツ軍に対して 犯行に出、ルジェフと、ブヤ島へ向かって、進軍を始めた。この戦いで、ルジェフ付近のみを残して、ソ連軍が前線を西へ押し返し、さらに、ルジェフに残ったドイツ軍の突出部に対して、再度攻撃が行われた。激しい戦いでルジェフの建物はすべて消滅した。対戦中、死の人口の6分の1以上がドイツに送られ、強制労働をさせられ、 その他の市民のうち9000人は射殺されたり拷問を受けたり、死の中心に設けられた収容所で飢えたりして死んでいった。これらの戦いのため、古い建物は何も残っていない。ありがとうございます。